たので、あのちょっと30分前倒ししてしまいました。急にごめんなさい。そうで、お風呂上がってあの髪だけセットして、あとリップも塗った。だから今日はあんまりまだすっぴん感がないかなって思ってる。いつもよりも見せられる顔ですね、うん、そう今日はお休みで、もう申し訳ないくらい寝ててあのうん、本当にすっぴんなの。なんかもうこれはね、あの自然チークです。なんか絶対ほっぺ赤くなっちゃう、だからあんまり触れないで。もうお休みの日の私の過ごし方もう信じられないよいやあのね、今日は本当に寝てしまった。朝はちゃんと起きたんだけど、もうお昼寝めっちゃしちゃった。うん、そうなんかこの4公演終わり、昨日までの4公演終わりで、なんか今日は特にすごい眠くて、寝てた、うん、ごめんなさい、一日寝てました。そしたらね、今日お昼にもうとんでもないお知らせが、ちょ私も本気で知らなくて、そう聞いてなかったので、びっくりして、私もみんなと同時に知ったんですけど、オンラインのお話し会をができるらしくて、もう私キャーって叫んじゃった。本当に聞いてなかったいやだってさ、まあ近々あればいいなってそう思ってたら、えまさかこんな形で、なんかガッタファンの、ね、1周年記念でお話し会ができることになって、本当嬉しい、もうありがとうありがとうございます。なんかどうしよう、ガッタファンのその運営の方に向かって土下座しとかしとこうかなってくらい本当に嬉しくて、あーやっと来たよ、もうもう超嬉しい、え嬉しすぎる、嬉しい、嬉しすぎる、どうしよう、待ってた、もう待ってたよ、本当に待ってた。だからあのね、まだ詳しい日程とかは出てなかったんですけど、7月みたいなので、まあね、まだまだですね、いやまだまだじゃない、もうすぐ来ます7月は。はあ嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうございます。えどうしよう、えもう嬉しすぎるんだけど、あもう待ってた、早口早口になっちゃう、だって嬉しい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 、どうしよう本当に嬉しい、はあ嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございますありがとうございます。えもうどうしよう、ありがとう嬉しい、もう毎月やってほしいんだけど、でもありがとう本当だよ、頭抱えちゃう、え、ああ嬉しい、これどういうスケジュールになるのか全く分かんなくて、私そのガッタファンのおしゃべり会やったことないから、もうそういうの全然分かんないんですけど、もうとりあえずもうまずお話できることが本当に嬉しいので、もうすごいすごいすごい待ってたから、
しかも最初疑っちゃった、えこれ本当私もできるのって、なんかあまりにも急すぎてびっくりで、え何これ、なんかまたこう誕生日の人とかじゃないよねって思ってこうちゃんと見たら全メンバー対象って書いてあったからでもうすぐマネージャーさんに連絡したの、えおしゃべり会ですか、おしゃべり会ですか、これって私もできるんですかって言ったら、大丈夫です全メンバー対象でって来たから、もう嬉しい私もだと思って嬉しい、うん、はあ本当になんか、いやもう生きる希望が、うん、また一つできました、はあ嬉しいな、本当に嬉しいかもこれ、うん、えもう本当にぜひ、いやぜひというかもう絶対に来てほしいです。でももしかしたらもう私だけは喋って終わっちゃうかもしれないんだけど、もうそれは気をつけるね、なんやでも絶対に早口で話しちゃうから私、もう本当に覚悟しておいてください皆さん聞き取ってくださいちゃんと頑張っていやーぜひぜひ来てください、めっちゃ多分息継ぎしないと思うので始まるまで、始まる前に3、2、1でフーテキストプラスミャ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 って話すと半年以上ぶりなんだよね、そうだよね、いやもうこれだけやっぱ話せない日が期間が続くともう私は本当に寂しかったので、とっても嬉しいです、なんか嬉しい、え本当にもう心から叫びました、あー嬉しい嬉しい嬉しい、えみんなもさ嬉しかったよねえ嬉しかったよね、私すっごい嬉しかったんだけど、うん、あ今日は8時55分になったらちょっとお知らせたい、いいですかお願いして、今日はね終わりが決まってるのでそうなの、誕生日早めなくてよくなった、うん、ほんとそう、なんか誕生月のメンバーだけなのかなって私思ってたから嬉しかった、昨日までの4公演楽しかったです、楽しかったね公演、なんかそうこの1週間本当に、まあ、特に歌唱力なんですけど、歌唱力があったからもうすごいいっぱいいっぱいで、うん、そうだったからこの4公演本当に楽しかったと思いきや、そう土曜日がポジション違ったんですよ、ちょっと内緒にしてたんでびっくりさせようって思って言ってなかったんですけど、であのポジションが私すっごい久しぶりだったの、そうでなんか久しぶりだとさその確認しなきゃだから、そうこの1週間先月のその1週間の間にいろいろ合間でリハースとか自主練とか行ったりしてて、そうで自主練行ってからのカラオケとか行ったりしてて、この1週間本当にねいろいろしてたんです、でそうさらに
昨日の生誕祭でレーナのお手紙を任せていただいたんですよ。ありがたいことに。そうだからお手紙もね、いろいろ準備してたっていうのもあって、この1週間は実は本当にたくさんいろいろありました。うん、あ、3月ぶりだったんだね。そりゃあんまり覚えてないわ。いや覚えてたんだけどね、ちゃんと。でも一応なんか自分的に一回自主練リハーサル自分で一人でやんないと不安だから、そう言ってました。そうだよね、田植えの日も、あの日は公演もあったし、ね、どんな一週間過ごしたんだろうね私。すごいね。うん、いろいろありました。そうだね、この1週間はちょっといろいろあった。本当に楽しかったけど、そうなんです。お手紙を、ね、手紙を書かせていただきました。緊張した、緊張した、うん、なんかちょっと恥ずかしかった。テレテレのお手紙でした。大丈夫だったかな、内容とか。難しいね手紙って。でも難しくなかった。レーナのことを考えたらスススって書けました。任せていただけたのが、任せてもらえたのが嬉しかったです。うん、LINE もくれた、ありがとうって。よかった。手紙書いたのは2回目かな。みなみさんに手紙を渡したことあるかな。そうなの、もうね、なんかレイナのことを考えてこういろいろ思い出とかなんか思い返してみたらもうスラスラって書けちゃった。いや今回から、そう昨日、一昨日か、一昨日から生誕祭の仕様が変わってカラオケがなくなって、ビンゴ大会とあと楽曲披露になったんですけど、なかなか楽しいですよね。いや何よりナミサプがね良かった。ナミサプいいね、やっぱ盛り上がるし、AKB さんの曲楽曲できるのもすごい嬉しい。うん、でちょっと波サップは盛り上がってしまいました。めっちゃ楽しい。あれそう、波サップも2日間でポジション違いで、そうそう、だからほんといろいろあったんだ覚えることが。そうなんだよね、ほんと一番盛り上がるよね結局波サップが。そうなの、あの曲いいよねすごく。そう DMM でも見られるようになったので今回から、それも嬉しい。うん、まあね、カラオケもすごい楽しかったし、私も歌いたいなって、ちょっと実は今年の生誕祭で歌いたいなって曲あったから、ね、なんだけど、でもこの今回の生誕祭もとっても楽しいので私は嬉しかったです。うん、ねえビンゴね、なんかまだ始まったばっかりじゃない、一昨日から始まったからいろいろ
試行錯誤しながら生誕祭やってたんですけど、もうね、ナミサプは大正解すぎる、ありがとうございます。そう、ビンゴもさ、あれ一昨日の時点ではその1個ビンゴ出たらもうクリアだったんだけど、クリアっていうか景品だったんだけど、思いのほか早く出て、一昨日ビンゴがそうだからダブルビンゴになって、昨日からね、そうそうって感じで、ダブルビンゴにしたら結構時間も良さそうな感じで、だからこういうのいいなって思った。私たちもやりたくなった、メンバー側もビンゴね。そうなんですよ、来週もまた公演あって、生誕祭もあるし、いいですね。来週は土日で風の陣して、柏崎行って、日曜日は公演です。私も楽しみ。コーテシーさん見なきゃ見れるかな、シーオブワンダー振り入れしとこうやるかな、シーオブワンダー楽しみ、コーテシーさん可愛い、シオバンダ大好きめっちゃいい曲、あれ超いい曲、え、そうなんだよ、なんかこの間あのいつ先週かな、ゴールデンウィークかにあのなんかやってたんですか、イベントみたいなの、バンダイの方でやってたみたいで、安らぎて、そう、あれライブしてたのかな、でなんかその写真がを見たら、皆さんまた大人になってて、私なんかあの私も一緒にコーテシーさんの成長を感じて生きてて、そうそう、もうなんかコーテシーさんのファンみたいになっちゃってるんですけど、なんかそう見るたびになんか大きくなってて、なんか可愛いって、そう可愛い、何可愛いって思っちゃって、大人になってるみたいな、いやほんいい曲なの、あのねシーオブワンダーみんな聞いてめっちゃいい曲だから、シーオブワンダーいいよ、そうだから会えるの嬉しいです、今週来週今週応援してます、私はコーテシーさんを、そうわかる、耳に残るよね、めっちゃわかる、なんかもうシーオブワンダーを初めて聴いた時にもう一瞬でなんかメロディーが耳に残って、あと振りもそのすっごい覚えやすい振り付けみたいな、踊りたくなるような振り付けで、すごい私もやりたいコラボステージないかなシオブワンダーめっちゃやりたいんですけど、そうなんです、癖になるあの歌、何回も聴いちゃう、
から見られたらいいなって思ってます。増えてもバレない。バレるって、ちょっと大人すぎないか、コーテシーさんに。私は大丈夫か、大丈夫か、黒髪だし、うん、いけるかな。あ、このままならいける。紛れてたら笑う。みんな絶対笑うでしょ。うん。あ、ツインテールならいけるかな。そう、昨日ね、ツインテールやったんですよ、公園で。で、最近ツインテールずっとやってなくて、思い出公園ではだったんだけど、レイナが指定してくれて、昨日の髪型リクエスト、そう、ツインテールでって言ってくれたから、もう喜んでツインテールやりました。そう、なんか編み込み入れてほしいっていうのも全部リクエストしてくれて、そう、レアなんですよ、私のツインは。なんか、そう、最近さ、いや、前髪ね、長いだけなんだけど、ちょっとこういう、何、今まで私ってさ、パッツン気味だったじゃん、なんだけど、最近こうやって分けてるの。なんかアイドルがよくやる前髪やってて、え、これぶっちゃけどうですか。そう、そうなの、メイクも最近変えたんですよ。え、こっち可愛いですか。みんながいいって言ってくれるならこっちにしようか。うん、そうで、メイク聞きたかったんだ、メイクどうですかね。最近のメイクが、そのアイシャドウとかラメを控えめにして、その代わりこうまつげを決めるっていうメイクに変えてみたんですよ。そう、よりナチュラルにして、まつげで盛るみたいなメイクにしてるんですけど、ぶっちゃけどうですか。いいですか。私的にはなんか、あ、盛れてるかもって思ってるんですけど、みんながどう思ってるのかなって。そう、まつげでさ、印象超変わるからさ、びっくり、メイクってすごいなって思って。よきよき。そう、なんかラメで、大粒ラメキラキラみたいなのをやめて、なんならね、ラメはほとんど入れてなくて、最近アイシャドウも超薄くしてて、けどまつげ盛るみたいな、いい、いいですか。ガラッと印象変わったよね、最近。みんながいいって言ってくれてるなら、私も安心して続けられる。そう、まつげはね、すっごいなんかホットビューラーとかちゃんとパッパッパッってやってあげてるの。松葉とかもしてるんだけどね。わい、もう時間来ちゃった、どうしよう。一旦ランキング読もうかな。一旦ランキング読みますね、またやろっかな、30分後。で、そう、明日さ、めっちゃ朝早くて、だからもうちょっとしかできないと思うんですけど、またやるかも。なんか話足りないわ、やっぱり。はい、読みます。73位、ラッケノさん、ありがとうございます。待ってたかな。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、金髪のゆうすけ、ありがとうございます。11位、竹友、ありがとうございます。10位、ふうか、
ありがとうございます。9位キヨ、ありがとうございます。8位ノリノ、ありがとうございます。7位ナオくん、ありがとうございます。6位タカノン、ありがとうございます。5位リョウスケ、ありがとうございます。4位スキャット、ありがとうございます。3位 NGT49 カズ、ありがとうございます。2位お酒、ありがとうございます。1位クラゲ、ありがとうございます。短っ、30分え、またやっていいですかちょっとこれさ物足りない よね。みんなも、私は全然物足りないんだけど、またエッサ終わったらやっていいですか。エッサ終わったら即集合で時間教えてくれてありがとうございます。じゃあまたやりますか。じゃあ後半戦は後ほどということで、あっという間30分ラジオ5やります。また後でね。ありがとう。じゃあ第1部はこれにて終了です。またね、後でね、後でね、ほんとすぐ後でね、ありがとう。